皆様です。チーム軍艦のりです。よろしくお願いいたします。11日にポジション追加がありまして、サード大山選手が登場しました。皆さんご存知だと思いますけども、2022シリーズ1大山選手は小5でもパワー A にできません。これはねとても残念なんですけども、シリーズ2で能力が上がることを願いまして、能力チェックやっていきたいと思います。最後に S 段契約書も開封するんで、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。はい、じゃあね、早速大山選手の能力をチェックしていきたいと思います。弾道がねパワーヒッターで、ミート72の B、 パワー75の B、 総力が67の C で登場いたしました。ミートマイナス1、パワーマイナス2となりまして、残念ながら小5でパワー A にできません。ただ救いと言いますか、小5でミパ同値にはできます。どうなんでしょうね。去年ホームラン21本打ってるんでね、パワー75っていうのは厳しい査定なのかなーって思っちゃうんですけども、しかもね2年連続20本は本当素晴らしいと思いますし、大山選手が少しかわいそうなのかなと思っちゃいました。2021シリーズ1ではデフォルトでパワー A、 しかもねこの年のエキサイティングではミパ A 同値にできたんで、1年でねここまで能力が下がってしまうのは残念ですね。サードの守備は特殊で B にはできないんですけども、ファーストの守備はプラス4となりました。大山選手というとサードの守備 A の時代もありましたし、守備もねかなり下がっちゃいましたが、まあ、ファーストの守備上がったのは嬉しいのかなと思っています。特能なんですけども、超固め打ちから超パワーヒッターに変更になりました。これは嬉しいですね。あとねさよなら男がついております。去年の成績が打率2割6分で、ホームラン21本、打点71でした。今年の阪神はねかなり苦戦していまして、撮影日がね水曜日の試合前なんですけども、まだね1勝しかできておりません。苦しい中でね大山選手本当よく頑張ってくれてると思うんですけども、シリーズ2で能力上がってくれれば嬉しいですね。得点圏打率が低いのがねちょっと気になりますけども、どうしてもねチームが勝てない中でプレッシャーとかねあると思うんでね、今後も活躍に期待したいなと思っております。はい、というわけで能力チェックやっていったんですけども、やっぱりねパワー A にできないっていうのは残念かなといったとこですね。まあリーグ的にはね小5でミパ同値、もしくは去年のエキサイティングをスピ解放するか悩むところですね。リア対的にはどうなんですかね。広角打法は引き続きついてるし、超固め打ちから超パワーヒッターに変更になったのはねいいことなのかなと思うんですけども、皆さんはどう思いますかね。ぜひコメント欄によろしくお願いいたします。契約書開封の前に岩貞投手の能力もチェックしていきたいと思うんですけども、もしかしたらね今年登場しないのかなと思ってたんですが、登場してくれました。球威が75の B、 制球72の B、 スタミナが69の B ということで、球威マイナス1、制球マイナス2で登場しました。球威制球同値にできます。球種に変更がありまして、チェンジアップがなくなってサークルチェンジになりました。スラーブとカーブの変化量がプラス1されています。あとね先発が S から C になりました。特能は超伸びになりましたね。岩貞投手は貴重な上方向のツーシームを持ってるんで、特能にタイピンがついてる時代もありました。僕はね2体持ちしてるんですけども、僕が初めて極みにできたのも岩貞投手で、2019年の覚醒の岩貞投手でしたね。覚醒なんですけどもツーシーム C でね、当時うちのリア隊のエースでしたね。まさかのストレートとチェンジアップしかない時代もあったみたいなんですけども、岩貞投手もね一軍で今いいピッチングしてくれてるんで、今後の活躍に期待したいなと思います。はい、ではね最後に S ラン契約書開封して終わりたいと思います。もちろんね狙いは自チームなんですけども、アルカンタラ投手がめちゃくちゃ欲しいですね。 A ランクもね追加されたんでね、はい、そろそろ S ランク欲しいなといったところで、まあ、今回の動画がね大山選手の動画になってるんですけども、狙いはアルカンタラさんです。ではやっていきましょう。さあ頼む、自チームアルカンタラさん来い。よしよしよし、いいんじゃない。さあちょっとね阪神連敗で暗いニュース多いですけども、なんとか自チームお願い、欲しいアルカンタラさん来い。あー、加山さん。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録1000人目指して頑張ってるんで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様です。ありがとうございました。バイバイ。